上林誠司が試合前練習に合流。右脇腹痛から復帰後の実戦では4割5分5厘2打点と好調で開幕に向けて調整ができています。上林の開幕レフトはあるかもしれない。なんといっても立浪監督の好きなタイプだから出場できる状況にさえなれば可能性はあると考えます。上林は昨季限りでソフトバンクを戦力外となり、今季から中日のユニフォームに袖を通した。春季キャンプは茶壇組だったが、出場予定だった2月11日のサムスンとの練習試合、赤間の試合前練習で右脇腹の違和感を訴えて欠場。23日には沖縄県内の病院で右肋間筋損傷と診断され、リハビリに努めていた。春季教育リーグ最終戦だった3月13日に実戦復帰。ウエスタンリーグでも出場を重ね、慶応試合で打率4割5分5厘2打点の数字を残している。上林の場合、下でしばらくやらせているうちにまた怪我をするかもしれないし、状態が良さそうな今が試し地ではある。 OP 戦躍動してた三好もヒットがしばらく出ていないし、岡林もまだ打撃が戻ってきていないのを考えると、上林にとっては絶好のチャンスでもあるし、上林には大きな期待をしているのだが、怪我が心配だよね。試合に出れば必ずや活躍してくれる選手だと思うし、外野のレギュラー争いに食い込めるだけの能力は十分にある。怪我に強くなる身体づくりをしながら頑張ってほしい。身体が硬いのか、何か爆弾抱えてるのか、フィジカル強すぎて体が悲鳴を上げてるのか、いずれにしても怪我する原因は自分で原因究明して、しない身体づくりはトレーナーを雇ってでも続ければ超エプレイヤーになれると思う。開幕からの外野の2枠は細川と三好で決まりそうだけど、もう1枠は岡林が2軍スタートになりそうで不透明な感じがする。ここで復帰はチャンスだと思うので頑張ってほしい。期待してます。あまり期待はしていないが、長いシーズン必ず必要な時が来るはず。その時に向けて怪我なく万全な身体でいてほしい。松坂みたいにドラゴンズのユニフォームを着て一瞬でもいいので輝いてほしい。いいね。選手間でのポジション争いが必要なんだよね。結果を出していった選手がスタメン、レギュラーを獲得していってほしい。上林選手も結果を出していけば勝ち取るチャンスはある。外野手争いが面白くなっていく。ドラゴンズはまだまだレギュラーになりきれない。半人前ばかり調子のいい時に起用して結果を出させて成長を促し、未来のレギュラーを育てないと。首脳陣の腕の見せ所選手は身体を第一に、期待に応えてもらいたいのは三好も。今日はこれの日でもヒットを打たないとプレッシャーに負けるな。さすがにこれだけ怪我根気2度だらけでは一軍はないな。いくら逸材でもソフバンが自由契約にするわけだな。岡林は復帰したら一軍で深いブライトも上げてやりたい。2軍でもそうになったとしても怪我する確率大だし、生え抜きならともかく戦力外獲得だからな。2軍の予備要員で1年だけ頑張ってほしい。怪我の多さに早速中日ファンの信用を失ってるようだけど、何年も上林を見てきたホークスファンとしては怪我もそうだけど、スランプがとにかく長いこと克服してほしい。ポテンシャルは中日クラスではないと信じています。中日ファンを見返すような活躍を期待したい。これは強い援護だな。怪我さえなければ確実に戦力になる選手。岡林の復調に時間がかかり、三好も陰りが出始めた状況での上林の合流は非常に頼もしい。あくまで今の段階でどれ動けるかを立浪ら首脳陣が確認したいだけだろう。まあ期待が大きいから仕方ないが、さすがに開幕一軍はないだろうし、スタメンでもやれるまで2軍でしっかりやってほしい。上林は実力はあると思うんだが、怪我での離脱が多い。怪我さえなければホークスも手放すことはなかったかもしれないし、中日でも戦力になるはず。シーズン通して怪我なく過ごせればよいが、ドラフト指名されて2、3年の選手ならともかく、戦力外になって入団したアラサー選手のファームで結果を出してますではダメでしょう。怪我さえなければ良い選手なのは彼だけではなく全ての選手に当てはまること。上林の場合は怪我を気にしてたら何もできないから、まずは使ってみるしかないね。三好がここに来て調子崩しちゃっただけに、上林の状態は確認しておきたいところ。しかしブライトは何してんだよ。早く上がってこい。やっと来たか。これで三好選手を外すという選択肢ができた。センターラインの守備のことを考えると、選択肢はの3択でしかないのだから、後藤選手という選択肢もなくはないのだろうけど、上林がポジション取るようなら楽しみなんですけどね。一塁ディカーソン、センター岡林、ライト上林とか、まあ大島も使ってほしいし、左足にも違和感あったはず。全身怪我の不安ありそうだが、まあ焦らずやってほしい。三好も調子落ちてきたし、必要な時は来るよ。この選手はとにかく捨て体質だからね。決して計算が立たないし、してはいけない。あくまでプラスアルファとして捉え、過度な期待は禁物。岡林の肩が予想以上に悪そうで、開幕にはあっと
三好も打撃低調となるとこうなるだろうね。怪我さえなければセンター守備も打撃も優に一軍で出る。戦力として取ったのだから活躍してほしいけど、本当にプレーできるのかな。失礼ですが大したことなさそうですね。結果はプロは継続しないとね。ギャラもらってる限りギリギリ間に合ったかな。岡林が戻るまでの間で良いから壊れないように頑張ってくれれば。三好は正念場。せっかくチャンスをものにしてきたのに、ナスカケギに今日結果を出して今までの努力を無駄にしないでほしい。三好と岡林と上林と大島でセンターとライトは回せばよい。なので上林は基本一軍にいてくれ。彼の能力は全く探ってない。ただ怪我しがちだから計算しづらいんだと思う。合流が早くない。もうちょい下で調整させてもいいと思うけど、でも期待してる。現時点では深井やブライト健太よりも評価が高いですね。溝脇の上位互換になれば獲得した甲斐がある。ドラゴンズのユニフォームを着てる選手は応援します。わからない選手、期待しているし良い選手なのに、どうして怪我のオンパレードなのか。三好が調子落ちてきたから上林の大逆転開幕スタメンある。上林が3番入ればかなり大きいよな。打って走って、違和感怪我しすぎ。ガラスの身体なのか。上林は左の代打ですかね。またやると思ってる。そのレベルだから気にしない。